郡山市の薄井百貨店で開かれている全国の駅弁とうまいもの祭りでは、全国80種類の駅弁が数量限定で販売されています。これは北海道旭川駅のウニ、カニ、イクラ弁当。北の大地の海の幸が贅沢に使われています。またなにわホルモン焼肉弁当は、食欲をそそる香りが絶品のお弁当です。会場では全国で人気のお惣菜やスイーツも販売されていて、大阪安住のもっちもちポテリームが人気を集めていました。この物産展は感染防止対策を取った上で、郡山市の薄井百貨店で今月9日まで開かれています。